らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。それでは。あの、もしもし。ありがとうございました。
そうですか。いえ、あの、え？はい。召し上がれ。美味しいですか？嬉しいな。いっぱいお話ししましょ。私、嬉しいな。あの、八神さん、やった。あ、そういえば、そうなんですか？はい。
ですね。はい。
見つけたぞ優等生やら。またお前か。ちょっとしつこすぎるんじゃないか。てめえのせいで俺は恥かいたんだ。一度ならず二度までもな。このまま引き下がれるかってんだよ。自業自得だろ。自業？なんだそりゃ。知的ぶってんじゃねえぞ俺。マジかこいつ。榊ば。ねえ笠井、お腹減ったよ。景品同盟してんの榊ばっかりと。今日はこいつがお前の相手だ。してんのこいつが。ねえねえ笠井、本当にこいつをやっつけたらご飯おごってくれるの？もちろんだ。肉でもラーメンでもピザでも何でもおごってやる。本当だね。じゃあデザートもいいよね。ケーキでもプリンでも何でも食え。じゃあカレーはデザートに入れていいのかな。食いたいもん食いたいだけ食わせてやるから。おい、そんな奴の口車に。ご飯。なんだ。お前のパンチなんて全然効いてねえみてえだぞ。さあ榊ばボコボコにしてやれ。あれ、おい何ボケっとしてやがる。とっととやれ。お腹が減った。はご飯の時間みたいだよ。え、お友達は帰っちゃったみたいだぞ。
とと行きやがれ。だからそりゃこっちのセリフだって。お前が帰ってくるのを待ってた。少し事務所で話せないか。また任意の事情聴取？次は札持ってくるんじゃなかったか。なんだとこら。野暮なこと言うなよ、八神さん。じゃあ汚いところですけど。それで何の用です？検察内部に裏切り者が一人いる。俺が思うにそいつは女だが、ある事件の捜査資料を持ち出した。その資料は創薬センターの副所長がカムロ町で殴り殺されたって事件のもんだ。あんた心当たりは？さあ、ありませんね。捜査資料の横流しだと？たく許せないよな、綾部。同感です。どいつもこいつも警察舐めてやがる。話ってのはそれだけですか？ここんとこ警察もお忙しいでしょうに。他に用がなければもう明日、泉田検事がお前と話したいと言ってる。新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ逮捕状を請求するとさ。俺を犯人扱いする根拠は？それは捜査上の秘密だよ。とにかくお前は地検に行って検事と話せ。潔白ならなんてことねえだろう。札が出たらお前だっていろいろ面倒になるんだ。だがその前に自分を弁護するチャンスが来た、そう思えばいい。アドバイスどうも。泉田検事は知らない仲じゃないんだろ？なんで疑われてるのか分かってなきゃ弁護なんてできないよ。じゃあ行けばそれも分かるのか？さあな。そいつは検事の出方による。分かったよ。お互い誤解を解くいい機会かもしれない。明日また連絡する。あの上司にずっと連れ回されててね、まるで身動きが取れねえんだよ。そうらしいな、ご愁傷様。